De Tomaso Pantera GTS。 今回はまずドアのヒンジを作ります。2ミリのプラ棒に穴を開けて1ミリの真鍮線を通しました。このように曲げていきます。ドアはくの字なので、そこに垂直につけなくてはなりません。位置はドアの端から1ミリちょっとくらい。気を凝らしてこのように曲げました。ボディ側には2ミリの角棒に差し込むようにしました。ここを緩くしてしまうとドアがグラグラします。ヒンジを垂直につけるとここに隙間ができます。なのでドアの内側に1ミリプラ板でポッチをつけます。瞬着で仮固定してみました。そっと開けてみます。そーっと。位置は良かったのでしっかり接着しました。まだ少しこの辺がこすってます。微調整は必要です。ドアは取り外せます。この内装パーツは使わずプラ板で作ることにしました。両側を斜めにカットします。肘がぶつかりそうな膨らみも柔らかそうに見えるように造形します。
このスペースにエンジンルームを仕切る窓がつきます。ウィングをつけやすくするため接着シロを作っていきます。大きめに作って後からカットします。天井にも縦でなだらかにします。透明板をカットして後ろから取り付けてみます。シャシーを定位置にしっかり固定します。この仕切り板はシャシー側に接着します。ここは直線的に角度を同じにします。変な作り方をしています。どこからウィンドウを入れよう。ここから。切り出したウィンドウの部品は下側を余分に大きくしています。指で押さえやすくするためです。さらに同じ形のプラ板でサンドイッチにします。リアサイドの三角窓も取り付けやすいようにスペースは空けてあります。パンテーラはドアのラインまでがきっかりコクピット、後ろはエンジンルームです。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。